はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちらポケットモンスタースカーレットパート25やっていきたいと思います。まだパート1からパート24見てないよという方はですね、概要欄に再生リストがありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということでいよいよでございます。前回こちら四天王を倒し、ようやくですね、チャンピオンと戦うことができるようになりました。このね、長かったポケモンのですね、チャンピオンロードもいよいよ最終回なんじゃないかなと思うところまでね、来ました。で、今僕のポケモンはこちらのね、6体なんですけど、ちょっと相手の前情報がないんですよ。だから1体目を何で行くかって結構悩んでて、ラウドボーンで行くのがいいのかなーとかね、難しいんですけど、はい、すごい、みんなちゃんとこっち向いてくる。あ、こっちまで行っちゃダメか。ここまでだったら向いてくれる。はい、ではいよいよ行きましょう。最後のテストに挑むぜ。いやー、楽しみだ。おー、特別会場。ようこそ、マスオさん。あなたとポケモンリーグの頂点でお会いできて大変喜ばしいです。最終テストはトップチャンピオンであるこの私、オモダカとの勝負。勝利すれば合格ですよ。でもその前に一つ謝りたいことが。私、リーグ委員長としてよろしくない欠点がありまして、ポケモン勝負に一切妥協ができないのです。そのせいか最近は合格者が現れず困っています。しかしあなたならチャンピオンネモのようにとてつもないことをやってのけるかも。それではご準備はよろしいでしょうか。あなたの際見定めさせていただきます。おお、いや、よかった。なんかさ、いきなりさ、この人の顔色ぐしゃーってなってさ、絶対倒すみたいな感じになるかなと思って、ちょっと怖かったわ。なんかクールだったら。おお、お、音楽がなんかいいね。ぜひ私に勝利してチャンピオンになってくださいね。どうしよう。相手をルミナコリジョン、何これ。そんな攻撃あるんだ。ヒルベ、これは手痛い。スタンディングオベーションものですね。いやー、ちょっと先手取られたな。いやー、ブロロドームいないの後で痛いんじゃないか。ちょっと素早さが高い海竜でいこう。レベルも高いし、竜の波動でとりあえずた相手からなんだ。どうしました。この程度で焦るあなたではないでしょうに。いちいちうるさいな。よし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 、素早さ高いな。ミルガーサ、このままでいいな。ミガルーサか、型破りだ。雷、イエーイ。うわー、頑丈持ち。あ、さすが正しい判断です。そのまま続けてください。いや、強い。まあガブリアスでいいか。
まあ、氷の牙使われないよな。命中100。地震でいいな。100% 当たって、攻撃も強いと。さあ、次のポケモンはクレベース。クレベース、炎だよね。あ、じゃない、じゃない、氷だよね。氷って何がいいんだ？氷って、炎だっけ？さあ行け、ラウドボーン。クレベースを繰り出した。なんかちっちゃく感じるんだよな、クレベース。そのポケモンのさ、アルセウスやった後だからさ。しゃあ、よかったよかった。ど、なに、ドド、ドドケザンとか言った？わかんないけど、ガブリアス、君に決めた！さあ、ドドゲザン。あー、すごい、そんな感じになるんだ。岩石フュージョン。外れるか、そのタイミングで。土下座、土下座するんかい。何、今一つ。鋼か。やっぱこれはもったいないことしたな。これもったいないから、少しでも意味があるようにするためにブロロロームをこう回復しとこう。これはもったいなかった。多分鋼なんだろうな。ラウドボーン、君に決めた。フレアソング、ほれー。もう土下座っていうか、謝る気ないよね。シャードボアップ。お、レベルアップ。ゴーゴート、ゴーゴート、ゴーゴート。このまま行ってみよう。あー、ゴートか。フレアソング、よっしゃー。先に使えたのはでかい。おっしゃ、これでかいよ、この勝ちは。あと1体か。あと1体にめっちゃやられたりするからね。キラフロル、このまま戦おう。あは、あはははは、まだ大変ではいけませんよ。なんだこいつ。フレアソング使ってみよう。トレーナーを導く光やで、キラフロル。なんだこのポケモン。これで属性がわかるか、逆に。岩か。なるほどね。大地の力、もったいなかったな。ってことは、巨獣王いいんじゃない？地震！いや、つえー。特防が下がっていく。わ、毒化粧。
やばいなぁ、これ。これやばいから、多分地震でガブリアスが先制攻撃できて地震で倒す三段で行こう。素早さが高い相手。これガブリアスが先制攻撃できなかったらマジでやばい。終わるかもしれないワンチャン。あ、でもまだ大丈夫か、ギリ。よし、いけ、地震だ。よっしゃー、ナイス、いったー。よーし、やったー。トップチャンピオンの澤瀉屋との勝負に勝った。ちょうど晴れた。想像を優に超える。なんかチャンピオンとしてちょっと影薄いよね、歴代のポケモンとしてはね。素晴らしい力、素晴らしい技の連続でした。パルデア地方にまた一人偉大なトレーナーが誕生しましたね。おめでとうございます、新たなチャンピオンマスオ。今度こそほんまにおめでとうさんやな。雨降ってきちゃったけど。わーい、お兄ちゃんやりましたのー。おめでとうございます。雨降ってるけど。あっぱれ、やっぱり女性は猛烈に感動しています。転生もののさ、アニメに大体こういうキャラ一人ぐらいいるよね。うげ、また泣いとる。あなたたちポケモントレーナーはこのパルデア地方の宝物。チャンピオンはその中でもひときわ輝く存在です。チャンピオンマスオ。パルデアのトレーナーたちをその背中で導いてくださいね。それでは入り口までお送りいたします。きっと見知った語学友があなたをお待ちかねですよ。うわー、怖いわ。ネモだ、ネモ。本当のボス、ネモ。マスオ、言わなくてもわかるよ。チャンピオンになったんでしょ。ちょっとさ、ネモのこの熱意ちょっと怖くない？なんかあるのかなって思っちゃうよね。えへへ、知ってた。マスオが実技テスト終わった頃にトップから連絡もらってたんだ。怖いって。だから私もチャンピオン、私はチャンピオン、マスオもチャンピオン。今の私たちは同じチャンピオンランク、つまり対等な関係なんだよ。ということで改めて私のライバルになってください。はい、やったー。どういうことじゃねん。もうライバル同士だもん。心置きなく勝負できる。それじゃあ早速私の本気ぶつけるよ。チャンピオンネモ、お待ちください。あ、トップどうしたんですか。チャンピオンマスオとブロロームたちはチャンピオンテストを終えたばかり。チャンピオンなら相手への思いやりも大切になさってね。う、そうでした。いつも忘れちゃう、ごめんね。マスオ、ブロローム、それに対等なライバル同士と記念すべき初めての勝負がこんな道端でよろしいのですか。え、あー、そう言われると確かに。それじゃあポケモンリーグのバトルコード貸してください。ふむ、お二人にとって最もふさわしい、もっとふさわしい場所があるのではないですか。私たちにふさわしい場所、どこだろう。マスオ、ネモの家の裏じゃない。あはは、うちの裏か。初めて勝負したもんね。私にとっては短すぎてちょっと特別感がないかもな。テーブルシティ、テーブルシティいいね。私たちが旅立った場所。マスオ、クラベル先生が言ってた課外授業、自分だけの宝探し覚えてる。私にとっての宝は本気の力をぶつけ合える対等なライバル。きっとマスオの存在だったんだよ。そういうわけでマスオ、テーブルシティ中央広場バトルコートで待ってるから。互いが互いを尊敬できる羨ましい関係ですね。私、トップとも呼ばれておりますが、チャンピオンネモは私との最終試験ですら力を温存しておりました。あなたになら彼女も本気を見せてくれそうですね。ネモがチャンピオンでいいじゃん。
ねえ、思うよね。ネモがチャンピオンになればいいじゃん。よーし、まあ、無事ね、勝つことができました。はい、ということで、どうしよう、根元の勝負今回やるか次回やるか、どうせだったら次回にするか。最後の最後だしね。ね、いやでもな、今やっちゃってもいいな。行くか。いや迷うわ。いや、次回にしよう。はい、ということでです。はい、ということで、無事で。はい、ということで、無事でチャンピオンに、あ、行きます。はい、ということで、無事チャンピオンに勝つことができましたー。で、このままね、根元の勝負してもいいなとも思ったんですけど、そこの後どんぐらい長くなるかどうかわからないので、今回はですね、こちらでちょっと短めですが終わりたいと思います。次回、いよいよ、チャンピオンロード最終回になるんじゃないかな。うん、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひ次回もご視聴ください。以上、マッソーゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。